皆さんこんにちは、Bレジェンドスミラです。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理用紙のぬのめです。本日はね、こちら先日ね動画で紹介させてもらった9月25日発売の新作ですね、 EAA、 こちらのね試飲を行っていきたいと思います。フレーバーは、夕焼けオレンジ風味と、こっちは青春レモンスカッシュ風味です。ちょっと何か、ね、中二病みたいなフレーバー名ですけれども、早速飲んでいきたいと思います。じゃあちょっと作っていきましょう。はい、お水は、150から 300ml なんですけれども、まあ、お好みで自分の、ね、好きな濃さにしていただければと思います。今日は 200ml で作っていきます。はい、スプーンはこちらの、白いスプーンですり切り1杯になります。はい、いきます。シェイプしていきます。おお、溶けた。おお、ほんますね。色、夕焼けオレンジですね。あ、これはもう夕焼けの色してますわ、もう。今日も日が沈むぜ。はい、綺麗な、なんか綺麗ですね、本当に。そうですね。淡い夕焼けの色。こっちは本当レモンスカッシュの色ですね。綺麗。はい。で、全然ダマもないですね。うん、すごい溶けてますね。溶けいいですね。いいっすね。ほんますね。はい、まず、夕焼けオレンジですね。いただきます。あ、すげえ。いい匂い。すげえ柑橘系のいい匂い。うん、いただきます。ボノ。美味しいですね。やっぱり EA の原末とか飲んだことあるんですけど、すごく飲みやすい。これはボーノです、本当に。何笑ってるんですか、ちょっと。ちょっと ちょっと仕事になれないですよ、ほんまに。新しく来ましたね。いや、美味しいです。すごい酸味がいいですね。美味しい酸味。結構 EA って、ね、美味しくないイメージなんですけど。そうですね、うん、現末ね一回ちょっと舐めたことあるんですけど、本当に美味しくなかったので、うん、やばいですよね。それからするともうすごいですね。それなくても美味しいですけど、それを知ってるから余計になんか美味しく感じますよね。ね、すごいね。すごい。じゃあ次は、はい、青春レモンスカッシュ。青春レモンスカッシュ風味ですね。青春レモンスカッシュ風味、いただきます。いただきます。あ、こっちも、うん、あれですね、蜂蜜レモン。あ、そうそう、蜂蜜レモンの匂いがする。 WPI の蜂蜜レモンの匂いがしますね。いただきます。あ、気持ちいい。あ、美味しいっすね、これ。あ、蜂蜜レモンっすわ、これ、ほんまに。ちょっと、うなみさん、仕事してください。本当に、はい、美味しいです。美味しいですね。こっちは、ちょっとビターレモンって感じじゃないですか。そうですね、うん、甘すぎず、うん、若干あの EA の苦味っていうか。そうですね、あれがいい感じに。そう、レモンピールみたいな。そう、レモンピールみたいな。そういう感じで、嫌な苦味じゃなくて、美味しい苦味で、うん、いいですね、ビターな感じで。超美味しいじゃないですか、うん。すごいあれですね、トレーニング中に飲むにはほんまに最適なさっぱりフレーバーに仕上がってると思います。うん、染田さん、そのトレーニング中に飲んでるってこということだったんですけど、はい、まあ、私もね、バドミントンの練習中、まあ、いつもスポリカ飲んでるんですけどね、ラララライチ風味を、はい、それと混ぜてもいけそうな味だなと思いましたね。なるほど。ライチとね、レモンだったら全然邪魔しないし、ね、オレンジとライチも邪魔しないし、まあ、だからスポリカと混ぜることによって、だからあれですよね、うん、糖質と、そう糖質も取れて、で必須アミノ酸も取れてっていう、運動中により良い栄養摂取ができる、うん、そうですね、ってことですね。うん、こういう飲み方も、そういう使い方も、うん、いいかなと思いますね。トレーニング中飲まれる方はね。野上さん、EA 飲んだんで、僕今多分血中のアミノ酸濃度がすごく高いんで、まあ、収容時間終わりかけなんで、はい、トレーニング行ってきます。はい、それでは失礼します。はい、それではですね、染田さんがいなくなりましたので、最後私から、締めさせていただきます。今回、発売の、EAA なんですけれども、2種類のフレーバーです。夕焼けオレンジ風味と、青春レモンスカッシュ風味の2種類で、
両方ともですね発売日が9月25日の12時からで、価格が4990円で、量がですね1袋 300g、1食が 10g になりますので、30杯飲んでいただける、仕様になっております。それではですね、今日のレビューが良、かったと思っていただいた方、EAA 飲んでみたいなって思っていただいた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。